各産業が GDP に占める割合及び各産業ごとの労働者数の割合。緑が第一次産業、青が第三次産業であり、占める割合が高い産業の色によって表示される。GDP の割合ではいくつかの産油国が赤よりアフリカ内陸部の数カ国が緑よりのタワはおおむね青系の色によって表示されている。また、労働者の割合ではアフリカや 南アジア、東南アジア諸国が緑系の色で表示されており、第一次産業従事者が多数を占めていることを示している産業とは、人々が生活する上で必要とされるものを生み出したり提供したりする経済活動のこと。また、経済活動の分類の単位という意味でも使われる。産業は社会的な分業として行われる製品、サービスの生産、 分配に関わるすべての活動を意味し、公営、民営の関わりなく、また営利、非営利の関わりなく、教育、宗教、公務などの活動をも含む概念である。なお、日本語の産業という語は青春によるものとされている。産業分類は分析の枠組みや目的に応じて、それぞれに適した方法が用いられる。基礎的、標準的な分類としては、 公的な統計において標準産業分類が設定されている。産業分類は経済学が学問として確立し始めた当初から経済学者によって論じられてきた。重農学派のフランソワ・ケネーは経済表において地主階級、生産階級、不生産階級の三分類を示し農業だけが生産的であると考えた。カール・マルクスは資本論、 第2巻で第1部門と第2部門という産業間分析を行っている。1930年代に入ると、経済発展を産業構造の変化という視点で捉えるようになり、本格的に産業分類が研究されるようになった。ワルター・ホフマンは、経済発展を消費材を直接に生産する段階から、製造設備などの資本材を作りこれを利用して、 生産性を高める段階への変化として捉えた。したがって、産業を消費財産業と資本財産業とに分類し、消費財産業の純正産額資本財産業の純正産額を見ることで、経済発展の程度がわかると考えた。ホフマンによれば、比率は、第1段階では5.0、第2段階では2.5、第3段階では1.0、 第4段階ではそれ以下となる。ただし、ホフマンの方法は、産業連関分析が発達した今日から見れば、難点が多いとされている。コーリン・クラークは、経済的進歩の諸条件において、産業を第一次産業、第二次産業、第三次産業に3分類し、経済発展につれて第一次産業から第二次産業、第三次産業へと産業がシフトしていくことを示した。 これは17世紀にウィリアム・ペティが政治産術で述べた考え方を定式化したもので、両者にちなんでペティ・クラークの法則と呼ばれる。クラークの産業分類に関しては、第三次産業に単純労働が含まれ、更新的な産業が先進的な産業と同じ扱いになっているという批判がある。さらに、経済発展につれて産業内部で生じている。 構造変化を捉えきれないという弱点がある。また、第三次産業は、公益事業のような資本集約的な産業も、飲食業のような労働集約的な産業も、教育のような知識集約的な産業も含むという、雑多な産業の集合体であり、雑多な産業を単一のくくりで単純化することについても批判がある。アーサー・ルイスは、 開発途上国の経済を伝統的部門と近代的部門とに分ける2部門モデルを提案した。ルイスによれば、経済が一定の発展段階に達するまでは、伝統的部門からの固定賃金での無制限労働供給が続くため、経済援助の効果がなかなか現れないと説いた。ルイスのモデルは、ラニストフェイによって精緻化され、ラニスフェイモデルでは、農業部門からの労働力流出によって、 経済発展の第1局面、第2局面、第3局面が訪れ、一人当たり農業所得が上昇していくと説明される。製造業は古典的な分類では、食品、繊維などの軽工業と、鉄鋼、機械、科学などの重化学工業とに2分され、工業化の進展につれて、重化学工業の比率が高まっていくと説明されてきた。 しかし1960年代の日本では、重化学工業化率がアメリカやイギリスの同水準に達していながら、製造業の生産性において大きな隔たりがあることが観察されていた。篠原三代大らは、製造業を素材産業と組み立て産業とに分類して分析する必要性を指摘した。篠原によれば、当時の日本では、素材産業の大きさに比べて、 素材を加工し組み立てる産業が未熟であり、それが工業の生産性の低さに現れていた。こうして経済発展の指標として高価高度化という分析視点が不可欠とされるようになった。1970年代になると産業構造の知識集約化という視点が注目されるようになった。これは繊維産業は単純製品から ファッション性の高いブランド製品へ、サービス業も単純、反復労働から、金融工学やコンサルティングへというように、経済発展につれて同じ産業であっても、より知識、技術の集約度の高い方向へと変化し、物の生産そのものよりも、情報の生産がより大きな付加価値を生んでいるという、見方である。マーク・ポラトは、情報経済入門において、情報交換の場として、 市場と組織内を考え、市場における情報の供給主体を第一次情報部門、組織内情報の生産活動を第二次情報部門と呼んだ。ポラトはこの枠組みに基づいた産業連関表を作成し、1967年のアメリカ経済では第一次情報部門の付加価値が GNP の25.1%、第二次情報部門が21.1%を、 占めるとした。産業は、その製品、サービスが国際的に取引され国際競争にさらされているか、あるいは主に国内で取引されているかによって、輸出産業と国内産業とに区分される。こうした、輸出産業と国内産業という分析視点は、日本経済の二重構造を論じる際に用いられる。一般に、 日本の代表的な輸出産業である自動車産業やエレクトロニクス産業は国際競争力が高いが建設、農業、医療、金融などの国内産業は生産性が低いと言われる。輸出産業と国内産業との区分は政策や社会環境によっても変わってくる。農産物は国際的に取引されている商品であるが日本では農業保護政策によって 各種の農産物が国際競争から隔離されている。電力は日本では国内産業であるがヨーロッパでは国際取引されている。情報通信業は従来は国内産業と考えられてきたが、情報通信技術の発達を背景にインドや中国を拠点として遠隔地からサービスを行う動きも出てきている。標準産業分類は 各種の統計間の比較可能性を確保するために統計調査の対象となる各種産業の標準的な分類体系を定めた統計基準である。国際的には1948年に国際連合の統計委員会により国際標準産業分類が設定されている。各国においても統計の国際比較を可能にするため産業分類をできるだけ ISIC に準拠して 作成するよう配慮がされている。日本でも日本標準産業分類が ISIC に準拠する形で作成されている。最初の日本標準産業分類は1949年に完成された。その後改定が重ねられたが2002年に大改定が行われ、情報通信業が新たな産業分類として設定された。詳細は 業種を参照日本の証券取引所に上場されている企業は、証券コード協議会が定めた統一的な基準により33の業種に分類されている。証券コード協議会は、全国の証券取引所により組織され、東京証券取引所が事務局を務めている。証券コードによる業種分類は、基本的には、日本標準産業分類に準拠している。 毎年の決算書をもとに、上場企業の各事業のうち最も売上が大きい事業の業種が、その企業の業種とされる。事業内容が大きく変化する場合は、年に2回、所属業種の見直し審査が行われる。グローバルインダストリークラセファケーションスタンダードの略。1999年に、スタンダードプアーズと MSCI が定めた、グローバルな産業分類の一つで、 統一的な基準により大きく11のセクター24の産業に分類されている。現在は主に S&P ダウジョーンズインデックス及び MSCI が使用しているインダストリアルクラセファケーションベンチマークの略。2005年にフッチーとダウジョーンズが定めたグローバルな産業分類の一つで統一的な基準により大きく11の産業。 20のセクターに分類されている。現在は主に、フッチー・ラッセル、ナスダック・インク、ストックスが使用している。詳細は EN、EN リスト・オブ・カンド・トゥリーズ・バイ・ GDP セクター・コンポジションを参照。ありがとうございます。